縁夫人は、三国時代の呉の大帝、孫健の夫人、予習助南軍南寺被検の人、五官の名門である助南縁氏の出身。父は縁術、兄弟は縁陽、姉は木の妻、叔父は縁だね。検案4年6月、父が死亡し一族が没落すると、縁夫人は縁だね、キ以らに守られ、かつての部下であった竜伊沢の元へ身を寄せた。 同年12月、孫作が周遊、孫健らを率いて、劉伊佐夫を破り、路口に入ると、縁夫人は家族と共に捕虜となっている。教皇の娘たちや劉伊佐夫の妻子らと共に、クレへ送致された。孫氏に引き取られて成長し、孫健の高級に入って、婦人となった。誠実で、貧困法制な人柄であったが、こうなすことがなかった。 そのため孫権は宮人らが産んだ子を幾人も彼女に養育させたが、いずれも溶接してしまった。王領元年に即位した孫権は皇后を削立せず、赤カラス元年、最も寵愛した婦人フレンシが亡くなると、縁婦人を皇后に立てようと考えたが、縁婦人は子がないことを理由に誇示して受けなかった。後に皇后である藩宿の嫉妬心のために中傷を受けるのが最後で、 その後の同性は伝わっていない。なお、縁夫人の兄弟縁要が、後の老中に任せられ、その縁要の娘も、孫権の逸夫である、孫勇に嫁いだ。小説、三国志演義には登場しない。なお、縁術の遺族が、女によって殺される設定になっている。ありがとうございます。